圭介さんと同じ学校じゃないですか、はい、中高は、はい、だから元々のこう入る時のレベルは高いとは思うんですよね。小学校の頃は結構勉強したんですけど、うん、もう中学校に入ってやめちゃって、もう本当に成績もう本当に落ちる一方で、下から数えて2番とか3番とかそういう。本当ですか？はい、本当ガチで成績悪かったんですよ。へー、皆さんこんにちは、ボストンの佐藤陽平です。それでは前回に引き続き伊藤正人さんをお迎えしてのお話、ね、続きとなるんですけれども、正人くんね、はい、プロギタリストとしてね、ものすごい第一線で活躍されてますけど、もともと大学、日本は音楽大学じゃないですよね。じゃないところで、どちらでしたっけ？井戸橋にある東京理科大学。東京理科大学、はい、名前的にも完全理系ですよね。そうですね。何専攻されてたんですか？理学部の応用物理学科っていう。ああ、なるほど、はい、なんか最近僕よく物理の人ね会うんですけど、音楽表現するときって考えて表現します、それともこっちの気持ちの方が先先行します、ケースバイケースだと思います、ね、結構なんかこうステージ上で見る正人くんって全くこうここからもうスイッチ入るわけじゃないけど、めちゃくちゃセクシーな演奏スタイルじゃないですか。そうですか、ありがとうございます。なんか感情でね、なんか動いてる感じがすごくしたんですけど、はいはい、こう見られたいとか、こう見せてるみたいなのっていうのを考えがあるんですか？ステージではそうですね。あ、やっぱある、やっぱ楽しんでもらいたいっていうのがあるんで。めっちゃプロっすね。そこまで、そこまで考えるとやっぱプロじゃないですか。まあじゃああれば計算し尽くされたステージ上のセクシーさっていうことですね、そうすると。まあまあ自分がそういうのも好きっていうのもあるんだと思いますけど、うん、まあ旅行、東京でね、はい、その日本で理科大に、ね、行かれた時っていうのは、その大学行きながらも、じゃ あのギターはどっかで演奏したりとかしてたんですか？やってました。大学行きながらっていうか、あんまり大学行ってなかったんですよ、実は。でも卒業されてるんですよね。卒業はなんとかしたんですけど、はい、まあ、ちょっと時間人よりかかっちゃったんですけど。確か理科大ってでもなんか厳しいですよね。かなり厳しい方だと思う。ですよね。聞きますね。他のどこ行ってないんで分かんないですけど。で、多分その大学入られた時は多分音楽家になるなんて思ってなかったと思うんですけど、なりたいなっていうのはありましたね。なるほど。でもしょうがねえからって感じですか？なんかしょうがなくて理科大行ける頭の頭脳が素晴らしいと僕は思うんですけどありがとうございます。なんかでも高校3年生の夏ぐらいまでは本当に成績ものすごく悪かったんですよ。中高一貫校に入っちゃったんで、中学入った時点からもうとりあえず勉強しなくていいやって感じになって、もう好きなことばっかりやってたんで。そんなこと言いながらも、進学校で有名な桑田佳祐さんと同じ学校じゃないですか、すね、はい、中高は、はい、だから元々のこう入る時のレベルは高いとは思うんですよね。小学校の頃は結構勉強したんですけど、うん、もう中学校に入ってやめちゃって、もう本当に成績もう本当に落ちる一方で、下から数えて2番とか3番とかそういう。本当ですか？はい、ガチで成績悪かったんですよ。へえ。本格的に勉強してなかったんで。で、その時の将来像っていうのは音楽でプロになりたいけど、はい、まあひとまず大学に。そうですね。で、やっぱ大学入ってみて、で、どうでした？でもギターも続けてたわけじゃないですか。はい、そっちがメインでしたね。ああ、なるほど。で、それで学生生活はじゃあ結構勉強しながらギターってなんか思ってる遊べないんですか？なので、もうそれ中学入った時と同じように大学入ったらもう勉強やめて、ああ、東京にとりあえず行きたかったっていうのが一番の目的だったんですよね。それはなんでですか？やっぱ音楽やるんだったら東京に行かなきゃっていうのがあって。でも東京近いんですよね。 ご実家横浜ですよね。横浜なんですけど、うん、ちょっと中途半端なところにあって、まあ、1時間40分ぐらいかかるようなところで、こう通うのはちょっと厳しいな。あ、どうしても音楽やるときって夜が中心になるんです。ああ、そうですね。すぐ電車とかなくなっちゃって、だからもう東京に住まないとちょっとどうにもならないって。あ、もう住まれてたんですか？じゃあ、途中からそうですね。ね、さっきね、学生時代は勉強をやめて音楽ばっかやってたってことですけど、なんかその大学生になると、まあ、東京も住み出したりとかすると自由の時間が増えるじゃないですか、はい、で、今まで中高が一貫教育で男子校だった、で、いきなりか、まあ、異性が近くにいるようになると、はい、やっぱそっち側にも興味って分からないんですか？まあ、そうですね。ですよね、うん、どうです？やっぱ彼女とか気になる人を呼んで、はいはい、でギター聴いてもらったみたいな感じですか？まあ、たまにそういうこともありましたけど、でもどっちかっていうと僕はもうずっとギターの方をプライオリティ置いてたんですよ。
彼女よりもギターですか。でしたね。今思うと申し訳ないですけど。かっけー。いやー、硬派ですね。失礼な話ですよね。いやいや、でも硬派じゃないですか。今でもやっぱギター中心の生活ですか、そうすると。今はまあギターだけっていうわけじゃないですけど、割とギターは今でも趣味としても好きで続けてるんで。仕事だけじゃなくて。趣味として好きってどういう意味ですか。その仕事として覚えなきゃいけないこととかとは別に、自分のやりたいことって結構あって、それを別で続けてるっていう感じですね。一言で言って申し訳ないですけど、オタクですよね。ですね、完全に。ギターオタク、ギターのオタクですよね。そうですね。というか、まあ、なんかこう自分を、なんか変な言い方ですけど、自分を高めるのがなんか好きなんだと思うんで、ね。もうちょっと名言出ちゃいました。いやいや高めるのがやっぱかっこいい。それかっこいいですね。あ、なんかこう人に評価されるとかって、まあ、こう限界があるじゃないですか。うん、それよりはこう自分で納得できるんですよね。自分を昨日より今日の方がいい演奏ができるようになるみたいな。じゃあ、あまりこれが主流になられても困るんですけど、そんな皆さんで、ね、進化されて、先週のリハよりお前今日いいなみたいな思われてもちょっと。いや、まあ自分の中だけの話ですよね。あのギターの技術って、はい、ギターの歴史ってもう結構古いじゃないですか、はい、今でも進化されるもんなんですか。してますね。あ、そうですか。それは技術というのはこういうハンドテクニックではなくて、うん、機械の技術ってことですか。それハンド技術、うん、人間の技術の方ですね。へえ、そうなんですか。意外とそんなに機械の技術ってまあ、 一部では進んでるんですけど、はい、それによって劇的に音が良くなるってことはないんですよ。むしろ昔にいいとされてる音っていうのもできちゃってて、それを今のデジタルの技術を使って再現するっていうことで、まあ、技術進歩してるんですけど、それって別にこう音楽的に発展してるとは違うじゃないですか。なるほどね。まあ、いつもね、僕お願いして演奏してもらってますけど、よくあのギターが近くにあったら弾いてって、はい、よく言われるんですか。あればまあそうですね。でその時になんかちょっと仕事じゃねえのになって思ったりしないんですか。一切思ったことないですね、僕は。それが趣味がギターだからっていうのが含まれてますよね。あと単純に楽しいじゃないですか。あのレストランとかでね、はい、食事とか飲んでてギターを持っててなんか話しかけられたりしません。それはあんまりないかもしれないです。でも飛行機とか、まあ、移動が多いじゃないですか、うん、どうしたらツアーとかだと、うん、そうすると日本だとあんまりそういうのあるか分かんないですけど、結構アメリカなんかだと楽器持ってる人に対するリスペクトって結構国民的にあるみたいで、うん、あ、この人今ちょっと楽器持ってるからみんなで手伝ってあげようとか道開けてあげようみたいなのをみんな言ってくれるんですよ。ああ、なるほど、うん、まあ、だ音楽家に対してのリスペクトは。そうですね、それはありがたいな。じゃあやっぱアメリカってギタリストってまあ音楽家にとっても行きやすいとのような気はしますね。まあ辛い部分もあるのかもしれないですけど、今ね、そのギターがその趣味っていう、ね、話でちょっとずっと聞かせていただいてるんですけど、そのギターを趣味で例えば最近すごい楽しかったギター遊びって何かあります。今までできなかったことをできるようにするっていうのも基本的に楽しいですね。ゲームと同じ感覚なんですよ。なんですかね、音楽じゃなくてもいいんですけど、例えばサッカーとかやってて昨日このテクニックできなかったけど今日いっぱい練習したらちょっと上達したみたいな感覚ってあるじゃないですか、うん、それの積み重ねっていう感じです。そのなんかレコーディングとか聞いて、うわこの人前回上手くなってるわっていうのはやっぱ簡単に感じるもんなんですか。うん、人によってやっぱありますね。なんかすごくあの簡単にでいいんですけど、めちゃくちゃこの人ずっと進化し続けるなみたいなギタリストっているんですか。ちょっと3人ぐらい聞かせてもらえます。そうです。スティーブ・バイとか、はい、ちなみにスティーブ・バイっていうのは どういう方なんですか。スティーブ・バイっていうのは1980年代後半から90年代ぐらいにかなり人気になったギターインスト系で結構有名な。ああ、なるほど、なんか有名なロックバンドの人とかでギターがすごいなっていう人ってやっぱいるんですか。今の、はい、そうですね、今とかで。テクニック的にすごいなっていうよりは曲作りがいいなとか、そのニュアンスの付け方がうまいなとか、そういう人はやっぱり。ちょっと待ってください。曲作りがいいってなると、まさと君自身も曲作りされるんですか。たまにしますね、やっぱり。へえ、それ僕知らないですね。曲作りするんですね。はい。へえ、じゃあちょいちょい。その曲っていうのは、あ、インストの曲ですか。あの歌詞のない曲ですか。ケースバイケースなんですけど、へえ。去年とかだと、例えば日本でもちょっと北海道限定なんですけど、あのテレビ CM の曲作ったりとか。ああ、そうなんですか。あったりしましたね。あの歌詞がついてる歌っていうのもじゃあ作られる。自分で歌詞書くことって結構少ないんですけど。人からいただいたもので。ですね。とか一緒に
同時にやっていくとか、まあ、その歌詞の原型となるようなアイデア、こういうことを表現するような曲にしたいっていうのは伝えて、うん、まあ、それをもっと上手な形で言葉にできる人に完成させてもらったりとか、一緒に作ったりとかっていうことが多いですかね、歌詞ある場合だと。ずっと音楽ですね、人生が。あ、なんだかんだ、そうです。まあ他のことももちろんいろいろやってるんですけど、へえ、まあなんか聞けば聞くほどずっと音楽の話になっちゃってね、まあ、僕ね、個人的にはね、そういうの楽しいんであれですけど、ちょっとね、違う面もね、はい、見させていただきたいなと思って、はい、次回はちょっとまた音楽とは違うね、お話を、はい、聞かせてもらえたらと思うんで、まあ、引き続きよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。